皆さんこんにちは。私たちのチャンネルをご視聴いただきどうもありがとうございます。本日は地球上に実在する驚くべき穴や亀裂についてご紹介したいと思います。太古の昔に形成されたものもあれば、人類が出現した後にできたものもありますが、そのどちらも語るに値する興味深い存在です。準備はよろしいですか？それでは見ていきましょう。マウントガンビアの湖、オーストラリア。南オーストラリア州にある小さな町マウントガンビアは、水をたたえた4つの美しい窪地があることで知られていました。これらのくぼみは火山噴火による爆発でできたものです。この火山地形は学者の間ではマーラと呼ばれています。マウントガンビア近郊には全部で4つのマーラがあります。それぞれブルーレイク、バレーレイク、レッグオブマトンレイク、ブラウンズレイクと呼ばれています。このうち後者の2つの湖はすでに干上がってしまいましたが、ブルーレイクとバレーレイクは今でも水で満たされています。世界で最も美しい湖の一つといっても過言ではありませんが、比較的無名のため、まさに穴場のスポットとも言えるでしょう。人混みを避け、静かに休暇を過ごしたい人はきっと気に入るに違いありません。4つあるクレーターの中で最も魅力的なのがブルーレイクです。この火口湖では年に2回水の色が変化します。オーストラリアの夏である12月から3月にかけては深い青色になり、4月頃になると元通り灰色の湖に戻ります。なぜこのような現象が起こるのかは、科学者にもまだ完全には分かっていません。もしかすると季節的な水の化学組成の変化が関係しているのかもしれません。カッターラ低地、エジプト。エジプト北西部、この素晴らしい国の大部分を占める砂漠の真っ只中に、陸上で最大級の穴があります。盆地といった方がより正確かもしれません。カッターラ低地の最大深度は133メートル、つまり海面よりも133メートル低い土地ということです。広さで言うとイスラエルやスベロニア、クウェートと同じくらいの面積です。北側と西側は高さ100メートルほどの急峻な壁に囲まれていますが、南東部は外側に向かって緩やかに標高が上がっていく地形になっています。カッターラ低地が形成され始めたのは、人類が出現するよりずっと前で、約2000万年前の新大三紀頃と言われています。自然による侵食作用と塩類風化が要因とされています。塩類風化とは、塩分が結晶化する際に圧力が生じ、それによって亀裂や穴ができ、岩石や土が徐々に破壊されていく現象のことです。1950年代から60年代、アメリカをはじめとする西欧諸国の政府機関関係者の間で、ある興味深いプロジェクトが検討されていました。それは、カッタール低地と地中海をつなぐ水路を作り、低地に水を貯めるというものです。そこには、水路の途中に水力発電所を設置するというアイディアも含まれていました。ところが、エジプト側は当時ソ連によって提案されていたナイル川のアスワンハイダム建設の方を受け入れ、同国の電力問題を別の方法で解決する道を選択しました。ツバメの洞窟、メキシコ。メキシコのサンルイスポトシ州。その石灰岩台地に、なんと深さ370メートルにも及ぶ陥没穴があります。これはつまり、ドバイにある有名な超高層ビル、ザ・トーチが余裕ですっぽり収まってしまうぐらい深いということです。外側からこの穴を眺めると、それはまるで異空間への入り口のようです。この驚異的な穴の最大の特徴は、大昔からここをお気に入りの住処にしている鳥たちです。ソタノデラス・ゴロンドリーナスという名称は、ツバメの洞窟という意味ですが、実際のところツバメはあまり多くありません。洞窟内に生息しているのは、主にツバメの仲間やオウムたちです。毎日朝になると、深い洞穴の住人たちは、地の底から螺旋を描きながら上昇していき、光に向かって飛び出します。そして夕方になると、自分の巣に戻るため、再び穴の奥底へと大群で急降下していきます。
どちらも非常に忘れがたい印象的な光景です。一方でこのツバメの洞窟は危険な場所でもあります。気温が低いことに加え、穴の底は壁やグアノだらけ。グアノとは鳥などの糞が長期間蓄積して化石化したものですが、その影響は単に匂いが不快ということだけではありません。旅行者は気をつけないと、気化したアンモニアガスで中毒を起こしたり、あるいはグアノに大量繁殖している病原菌のせいでヒストプラズマ症に感染してしまう可能性もあります。そのため専門家や地元の人々は、穴の中に降りるときには必ずガスマスクを装着するよう勧めています。ミニエドリーネ、パプアニューギニア。パプアニューギニアの中井山地、そこにはミニエというとてつもなく深いシンクホールがあります。ここは世界で最も雨が多い地域の一つと言われ、常に大量の水が存在しているため、岩の浸食スピードが速く、巨大な洞窟や渓谷が形成されやすくなっています。中内山地では過去20万年の間に9つの巨大な陥没穴が形成されました。その中にはミニエドリーネよりも深いものがありますが、それでも一番印象的なのはやはりミニエでしょう。入り口の形はほぼ完全な円形で、直径は350メートル、穴の深さは400から510メートルほどあります。底辺部には地下河川が流れており、それが岩をどんどん浸食し、数多くの洞窟やトンネルを作り出しています。中には全長5キロメートルを超えるものもあります。ミニエドリーネは地上の空間とほぼ無縁で、独自の自然法則に従って変形成長する正真正銘の地下世界です。ただ残念なことに、アクセスが極めて困難な地域にあるため、詳しく調査するのは非常に難しい状況です。でも見方を変えれば、その不便さが強引で無責任な観光客からこのドリーネを守っているとも言えるかもしれません。ザカトンブルーホール、メキシコ。エキゾチックなパプアニューギニアの次は、同じくらい異国情緒満載の国、メキシコに戻りましょう。メキシコのタマウリパス州には珍しいカルスト地形が集まっているザカトンという場所があります。そのうちの一つが同じくザカトンと名付けられ、最も興味深いスポットとされています。ザカトンブルーホール、全体の深さは339メートルで、中に溜まっている水の深さは319メートルもあります。正確にはまだ分かっていないものの、少なくとも392メートル以上の深さがあると考えられているイタリアのポッツォデルメッロを除けば、現時点では世界で最も深いシンクホールです。ザカトンという名前は、その水面に鳥のように浮かんでいる草ザカーテから来ています。ちなみに NASA はまさにこの場所で木星の衛星エウロパの探査用ロボットの動作テストを行いました。ご存じない方のために補足しますが、エウロパは外氷でできた地表の下に信じられないほど深い水の海をたたえていることで知られています。ソリカムスクの巨大穴、ロシア。地面に開いたシンクホールや陥没穴の一部は、いわば自然の作用によって作られたものですが、それ以外の部分については人間の活動の結果と考えることができます。その一例がロシアのペルミ地方にある町ソリカムスクの有名な陥没穴です。ソリカムスク市とベレズニキ市の周辺では、長年にわたりカリウムやマグネシウムの採掘が盛んに行われてきました。一部の民家が地下鉱山の上に立っていることが危険視され、すでに70年代から採掘の中止、または住民の移民の必要性を指摘する声が出ていました。ところがソ連政府はその警告を無視し続けました。科学者たちの不吉な予言は、1986年に最初のシンクホールが出現したことで現実のものとなり始めました。そしてそれは今まさに極めて深刻な問題になっています。例えばベレズニキの鉄道駅は地面の陥没によって破壊されてしまいました。またソリカムスクの市内でも陥没が起き、2015年9月には直径125メートル、深さ50メートルにまで拡大しているのです。現在、ソリカムスクの地下鉱山は、世界最大の肥料メーカーの一つ、ウラルカリ社が開発を担っています。
同社は陥没した穴が広がったり、新しい穴ができたりしないようあらゆる努力を重ねていると主張していますが、まだ十分とは言えないようです。これで本日の動画は終了です。ご覧いただきありがとうございました。皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。チャンネル登録や高評価、そして SNS での共有もよろしくお願いいたします。いつも私たちのチャンネルを応援いただき、心から感謝しています。なお、新着動画を見逃さないよう、ベルマークで通知をオンにするのもどうぞお忘れなく。また、次に取り上げてほしいテーマがあれば、コメント欄へどんどん書き込んでくださいね。皆さんの貴重な声をお待ちしています。それでは少しの間お別れですが、また次回お会いしましょう。さようなら。